マンツー。今回 M16 を使ってみましょうか。単発武器。セミオート。リオの時はちょっと使ってたかな。フラッシュセブテックスが来るぞ。センサーマインを仕掛ける。セブテックスを投げる。スモークを投げる。いや、スモーク？セブテックスを投げる。遠距離狙い。うわー、詰めてた。センサーマインを設置する。近い距離がねあんま向かないんだな。機動力生かしたい。危ねえ。エイム。このマップでもあんま向かないかもな。センサーマインを仕掛ける。フラッシュマンを投げる。一発食らって。えい、リロードする。セブテックスだ。リロードの。フラッシュを使う。リードを失った。いやー、センサーマインを投げる。フラッシュマンを投げる。動くタイプだからあんまあれだな。攻めようと。お前の後ろから近づいて。上空に敵の UAV。危ねえ。マガジンを変える。ハードラインを弾薬箱を破壊した。こっちから湧くと、まあ、動いたら敵がカウンター UAV を展開した。友軍 UAV オンライン。いやー、センサーマインを設置する。打ちのめし。フラッシュを使う。マガジンを変える。近距離とか無理だもんな。フラッシュバンを投げる。敵の UAV が稼働。味方が UAV を配置した。友軍 UAV オンライン。ガンディーダーを起動する。戦場の半分を押し出した。反撃しろ。センサーラインを設置する。危ねえ。マガジンを変える。危ねえ。リロード中だ。よし。ああいうところは強いと思う。偵察飛行を要請する。誰かがこの辺りを役立てた。 UAV が配置についた。危ねえ。飛行ミサイルを展開可能。敵の UAV が飛行中。
強オーケー、トリプルキル。通るまで。頑張ったけどな。これでも勝てねえか。いやでも遠い距離はやっぱ強いな。ほぼ俺しかプラスがいないっていう。どうなんだろうね。遠い距離で芋ってれば強いけど、あんま動き回ると近距離はどうだろうね。はい、ということで、ではでは。